ハリケーンサンディは2012年に発生した大型ハリケーンのうちの一つ。2013年、アメリカ合衆国の国立ハリケーンセンターはハリケーン名のリストから引退したことを発表した。進路図2012年10月にハリケーンから温帯低気圧に変わりベートーブに上陸。ニューヨークでは広範囲で浸水に見舞われ、それに伴い停電も多発し、 ニューヨーク証券取引所は10月29日と30日の2日間休場に追い込まれた。また、ニューヨーク州の他にもニュージャージー州でも安全のため原子力発電所が稼働停止した。2013年11月に発表された非営利団体上と戦うニューヨーク市連合の報告書では、ニューヨークにおいて20%を超える子供たちが十分に食べるものもなく暮らしているとされ、 その原因としてサンディによって多くの人々がホームレス生活を強いられているためとしている。この災害に乗じてハリケーンサンディのものとする写真が Facebook を通じて広まったが、この写真は2004年に撮影されたものを加工したものであることが判明した。11月4日に開催予定だったニューヨークシティマラソンは災害からの復旧を最優先としたことから、 中止が決定されている。このハリケーンの影響でハイチに派遣されていた自衛隊の撤収作業に影響が出たため、日本政府はハイチへの自衛隊の滞在期限を当初の2013年1月末から2013年3月まで延長した。ありがとうございます。